はい、バイルザギャリー小林と申します。今日は、以前に、土鍋を新しく買った時に最初にしていただく目止めという作業をね、してくださいというお話をしたかと思うんですけども、実際にではどのように目止めをするかっていうことをまだねご説明しておりませんでしたので、今日はね、その具体的に、目止めという作業をねしていったらいいかということをお話ししていきたいと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。買ったすぐにね、土鍋を目止めしていただきますと、匂いやそれからこの内側ですね、土鍋の内側が、カビにくくなったり汚れにくくなったり、どうしてもね使っていただくと、焦げとか匂いとかね、そういったものがついてくると思うんですが、それをねつきにくくする作業ですね。また強度も上がりますし、湧き上がりも早くなりますので、省エネにもなります。ですので、長くね日本製の土鍋を使っていこうと思いますと、必ず目止めをしていただくことは大事ですよというお話をね以前にいたしました。ではね、具体的にどのようにしていくかっていうのことなんですけども、これはいろいろ調べたんですけども、産地によって、また土鍋のメーカーによってね多少ばらつきがあるんですね。で、同じ、結局のところその内側、土鍋の内側を、でんぷん質で、その細かい穴がね実は土鍋の内側には開いているんですけども、それを塞ぐ作業ですねというふうに考えていただきまして、具体的なお話に入っていこうかと思っております。で、まずその買ったね土鍋の内側、だいたい7分目から8分目にお水を入れていただきます。で、そこに、小麦粉を指定しているところもありますし、片栗粉を指定しているところもありますし、場合によってはお粥をね炊いてくださいというところもあります。ですが、小麦粉とかね片栗粉っていうところで今日はご説明していきたいと思っております。で、こういった小さい一人用の土鍋に関しては大さじ1、2杯程度を入れていただいて、よく溶かしていただきます。で、3、4人用の土鍋ですね、8合とかっていうサイズなんですけども、それですと大さじ3、4杯程度で、9合、10合という5人用とかね4人用の大きな土鍋になりますと、大さじ4、5杯の小麦粉または片栗粉を水によく溶かして、中に入れていただきます。でこれよく溶けてないとですね、焦げ付きの原因になりますので、よく溶かしていただく、加熱しながら溶かすっていうのもありなんですけども、ダマで残ってますと焦げてしまいますので、よく溶かしていただくことが大事です。で、沸騰させます。中火ぐらいで沸騰させていただいて、沸騰し始めましたら火をね少し弱くして、吹きこぼれないような形にしてください。で、この沸騰している時間もですね、土鍋メーカーによって様々なんですけども、5分沸騰させてくださいというところもあれば、すぐ切ってくださいというところもあれば、10分沸騰させてくださいというところもあります。ですので、それはね説明書をよく読んでいただきまして、ご判断いただければと思います。そして、その時間なりが過ぎましたら、火を、ね、切っていただきます。でそのまま、冷ましていただくんですけども、これも完全に冷めてから中のね、お水を捨てていただくことになるんですけども、その時間もですね、もう冷めたら捨てていいっていうところもあれば、最長で7、8時間は置いておいてくれっていうところもあります。要するにこの土鍋の内側にでんぷん質を定着させるっていうことなんですけどもね、
この冷め、まあ、沸騰させることも大事なんですけども、この冷めてそのまま放置していく時間というのもまあ非常に大事かと思いますので、まあ、確実に、穴を塞ぎたいという、まあ、完全には無理なんですけども、できるだけ塞ぎたいという方は、まあ、7、8時間置いておかれた方がよろしいかと思います。で、まあ、7時間経ちま、7、8時間経ちましたら、中のね、お水を捨てていただいて、その後ね、乾燥させていただくということですね。で、中にその小麦粉なり、片栗粉なりがその穴を塞いでる状態で、まだ中がね、乾いていないので、まあ、定着していないということになりますので、その後、軽く拭いていただいて、まあ、中をね、乾燥させていただくということですね。で、しっかり止まっ、まあ、1回ではなかなかね、定着しないということでしたら、その今の作業を、2回なり3回なり、まあ、繰り返していただくんですが、まあ、大抵の場合は1回でいいというふうには書いてあります。まあ、念には念を入れて、まあ、2回、やっていただくと、まあ、間違いないかとは思うんですけども、ということですね。まあ、ちょっとね、ばらつきがあって、まあ、土鍋によってもね、多少こう、やり方が変わってきますので、まあ、今大体の、ある程度の幅を持ってね、ご説明させていただきました。でね、それをしていただくと、よく乾燥させていただいて、穴をある程度塞いだ状態で、鍋をしていただきますと、まあ、先ほど言いましたけども、早く炊き上がったり、焦げ付きや匂いやカビがつきにくくなったりっていう、ね、メリットもあります。強度も増しますので、ぜひね、今の方法をご参考にして、まあ、迷いましたら、その、土鍋の使用説明書というのがありますので、私が今ね、申し上げましたやり方と少し違っておりましたら、その説明書の方に従っていただければといいと思います。ただ、中にはそこまで詳しく目止めの方法が書いてない場合がありますので、今のね、方法をご参考にしていただければと思います。まあ、その沸騰に関しても、あまりね、長時間になりすぎますと、まあ、鍋をね、傷めてしまうことになりますので、まあ、そのあたりのことはね、ある程度ご判断いただきまして、作業していただければと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。器に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まだ SNS もやっておりますので、ぜひご覧くださいませ。マヨルザギアリー小橋と岐阜や長瀬すぐ着でございます。 Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。まだネットショップもございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。